そして世界ボクシング協議会 WBC のオフィシャルといたしまして、本日この試合はオーストラリアよりフランク・クリール WBC オフィシャルスーパーバイザーです。そして今試合を使用しに次ぐ日本で2人目の世界チャンピオンです。1962年に世界フライ級、1965年に世界バンタム級と2階級を制覇。議論の余地なくその時代が誇った国民的スーパーヒーローでした。ファイティング原田こと原田雅彦、日本見てる。